はい、ということで続きプレイしていきます。スプリンターセルブラックリスト、よし。絶対に見つからないでサム、見つかったら最後、重装備の兵士と軍用犬が飛んでくるわよ。くぅ、まったくとんでもないミッションだぜ。あそこを通り抜けろって、冗談はよしこさんだぜ。おいおいおい、どこの兵士だ。俺を見、力来ないだろうな。やばい、寝てろ。危ねえ、ちょっと待って、エクスキュート使えるけどさ、ダメだ。ちょっと待った、こっちから行く作戦は一回なしだ。あ、でもちょっと待って、ついでに眠らせちゃおう。あ、ミスった、よし。危ねえ、で、あいつがこっちに来るから、よし、やべ、敵兵が何人かいる。 OK、そう、眠らなかったか。 OK、 結局割とこの皆殺し、殺してないけど作戦とかになっちゃうな。うん、やっぱ動いてる敵を攻撃するのは難しいね。上手い人はできちゃうんだろうけど。よし、このライトがきついな。いないか、大丈夫か。ロック中だな。こっから行けそうだ。 OK、 ヘリコプターか。俺と一緒に来てくれ。よし、さてどう攻めるかな。やばい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 、明るい明るい。あ、間違えた。二人とも眠ってくれるとはな。まあいいか。よし。ダメだな。オーケー。あ、まあでも意味ねえか。
よし、先へ進むぜ。おーとととと、い、できるだけ弾を使いたくない。あー、回り道していけないのか。いけるね。でもこっちもこっちで見張りがいっぱいいるんじゃないか。犬がいる。犬はない。やばいな。ここにいた兵士はもう見えなくなっちゃったな。ちょっとどう進もうかな。お、他の見張りが来てるね。犬を倒した奴を見つけろ。おい、動くな。キー。お、こっちのやつがこっちまで来てるな。何人もいるぞ。麻酔弾は弾切れか。やばいな。これに置いとけばいつか引っかかるんじゃねえか。ちょっと弾補給したいな。そっちにいるんだったら、スティッキーカメラをピュッて投げて、テッてやって、テッてやって。そう、もう一人のやつ、来ないかな。しょうがない。ああ！あとはフラッシュを起爆するしかないな。もう一人のやつは来ないね。しょうがないから、もう一台投げちゃおう。ほら、どうだ。二人とも眠ったか。よしよしよし。いいぞいいぞ。やばいな。スティッキーショッカー弾が一発、麻酔弾に切り替えられないってことは、麻酔弾も弾切れか。どっかに弾を補給できるあれないの？ギアボックスみたいな。おっと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 。基本的にはだから格闘で行くしかない。本当にやばい時に弾残しておきたいな。ラス1はさすがに。こっち来るだろう、この調子だと。あれ、やば、向こうにも兵士がいるし。やばいな、兵士だらけだぞ。やっぱり、まあ当たり前だけどな。やば、くー、つれー。しかもあそこは装甲兵だし。どうしよう。どうしよう。やばい。意味ない。せっかくだからスティッキーカメラで。全然意味ねえな。そこにいるし。これ、これ上手くなりそうだわ。よし。
ああ、ギアボックスがある。弾が補給できるぞ。ありがてえ。キャンプ X レイへ。もうすぐ GU よ。ああ。あれ？睡眠ガス弾に切り替えられないやつなんだ。なんか劣化してるぞ、俺のクロスボウ。ああ、今ギアボックスで装備切り替えればよかった。どれで難しいわけだ。よし、そっと近づいて、そっと近づいて。で、よし。できるだけ格闘することで、弾を節約すると。ああいう集団になってるやつらにはスティッキーショッカーをお見舞いするぜ。オーケー。あっちまで行かなきゃいけないな。難しいんだ。神経すり減らす、すり減らすしね。もっと近づいてこい。よし。よし。ワンちゃんがいるのか？怖えな。いきなり外に出るのか。そっちに敵がいるな。で、上にスナイパーがいる。あ、左に行くな、勝手に。ほら、向こうに行っちゃったよ。で、これわざと眠らせる必要ないんじゃねえか。よし。やりたかっただけ。どうも向こうの方にね、ギアボックスがあるみたいなんだな。あと次のフィールドかな、さすがに。ほら、でもマークが出てるんだよね。この中かな。サブ、潜入に使えそうなワイヤーがあったわ。番犬を避けるのに持ってこいのはずよ。ワイヤーだ。あそこだ。で、ギアをカスタマイズで、ガジェット、違う、ピストル、違う、サブ、特殊武器で、こっちを装備したい。え？ダメなんだ。あ、いや、いいよね。これを装備したいんだけど。あ、切り替えられるようになった。よし。オッケー。こっちからはいけないのね。うまかないし。ここ登れるだけか。あのライト気になるな。あれ、人がいるわけじゃないよな。よし。オッケー。ライト消えてるね。やっぱライト消えてるとやりやすいよね。これライトついてるから。あ、違うな、月明かり。いや、ライトだ、やっぱり。オッケー。どうも真ん中から行くしかなさそうだな。
あ、違う違う違う。装備変えておこう。間違って殺しちゃうと大変だからな。え？え、ワンちゃんがなんか嫌だな。行きたくないな。あいつが厄介だな。やばいやばいやばい。違う違う違う。これ、催眠ガス弾にしてたな。よし。これにいるんだよ。ワンちゃんかな。多分ワンちゃんだと思うんだけど。あれ？あ、びっくりした。地雷かと思った。もう地雷はトラウマだよね。どっち？あそこにはどうやって行くんだ？ね、あそこにはどうやって行くんだろう。やっぱりこっちから回るしかないんじゃない？いけないよね。あ、パイプがあるぞ。犬を何とかするのにいいワイヤーがあるって言ってたけど、何のことだったんだろうな。よし。また敵兵がいたぞ、今。違うな。あれただの影が揺れてるだけか。よし。先は長いな。あそこにスナイパー的なのがいるね。こっちは特に何かあるわけではない。さて、単純に進んでいいものか。今 X-ray だ。どこやね。 OK、 そこを横切ると海岸に出るから、ブリグスと合流して。よし、ここがラストフィールドかな。違うって違うって。よし。危ねえ。これど、ここを突破するのは無理だ。左に行くな、勝手に。あそこだ、あいつだ。あいつを何とかしないといけない。やばっ。ちょっと待って、これむずっ。あっちの方にもね、敵がいるんだよ。誰だ誰だ、わかんない。ワンちゃんか、もしかして。マジでむずいぞ。どこ、全然見えないのに見られてる。ちょ待って、ちょ待って。どうなってんだ。あれ、だから三角ボタンで切り替えられないんだけど。
三角ボタンでその後 NVG が切り替えられないんですけど。どうなってんだ、全く。困っちゃうな、もう。どうやって、どうすればいい？何このいきなり鬼難しい感じ。こんな作戦どうだ？どうだ？誰かあのセンサーに引っかかんねえか。すげえ車線が揺れてるな。あれやっぱ多分ワンちゃんだな。でも人もいたはずなんだけどな。ワンちゃんいるね。この壁の先にワンちゃんの声を感じるぜ。待たせたな。よし、ワンちゃんは眠らせた。あのスナイパーも眠らせるぞ。あんまり距離離れるとあれなのかな、やっぱり。無能兵士め。さて、もう一人はどの辺にいるんだ？ん？あれは車線だ。いた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 。よし。お前を眠らせればだいぶ楽になるだろう。無能兵士め。他には何今のオラクルみたいなやつ、あの、ビオジャにゴーストの。この中には誰かいないのか。でもまあレーダーには反応ないからな。特に大丈夫そうだな。おーおーおー、うん、大丈夫そうだ。よし。いやー、トライローター装備しててよかったー。イエーイ。あれ？あれ？出られませんけどここだ。よし。あ、布を切断できるぞ。よし。キャンプを抜けるぞ。海岸沿いに進んで、ブリグスがボートで待ってるわ。分かった。よし、早く合流しよう。エスケープ。ああ、早く逃げよう。なんだ、ヘリに捕まって降りる。は？降りていいのか？よし。なんでいきなりアサシンクリードが始まったぞ。よし。あるいはアンチャーテッドだな。よし。オッケー。ああ、長い旅だった。待って。なんだ。周りに巡視艇がいます。グリムの合図を待ちましょう。
守備はどうです？脳裏はいわばおとりだ。注意を引きつけてその間に C ジャックをする気らしい。それが次のテロ、アメリカンフューエル。そうだ。それともう一つ、俺たちも狙われている。やつもサディークにな。すみませんでした。何か気にしなくていい。つい調子に乗って。俺もそうだ。グアンタナモからの脱走だからな。我ながらびっくりです。慣れるさ。ええ、まずは逃げないと。パトロールにわずかな切れ間があるわ。やるなら今よ。コピー。了解した。スプリンターセルのいいとこはね、ああいう車とかこう船とかの操作はやらせないことだね。たまにあるじゃないですか、そういうの。シューティングゲーなのに車の運転させるとか、ああいうのいらないです。いやー難しかったな。安くないですか報酬。結構頑張ったけどな。まあ、全員倒しながら進んだからね。もっとスルーしていけば得点高かったのかな。次の作戦の前に少し休みましょう。キューバでバカンスを楽しんだ次はメキシコか。巡視艇に追い回されたんじゃ気が休まりませんよ。なんだ。 C ジャックの件で何か分かったら教えてくれないか。空港職員が荷物をまとめて出て行ったわ。挨拶もなし。そうなると人腹があるな。ドローンを飛ばしたけどジャミングされていて映像が送られてこない。すぐにここから飛び立つ。なんか嫌な予感がするな。あっ、ブリックス大丈夫か。なんてこったい。まさかいきなり撃ってくるとはな。よし、お前たちバリケードを築け。制圧射撃だ。グリム、攻撃されてちゃ離陸できんぞ。準備はさせておくわ。このまま始まるんかい。はい。ちょっとね、時間がいいとこ来てるので、一回ここで切ります。面白いとこなんですが、いきなり誰、そもそも誰が今撃ってきてるんだっていう感じなんですけど、またこの続きは次回プレイしていきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。